単刀直入に言うわ。今回の事件はこの特鉄隊の監察官である私が解決する。地下世界イリスメトロの新参者たちは当然として、五大国の代表とされる面々も手出し無用でお願いするわ。余計な真似をすれば容赦なく処罰するから、そのつもりで。何か疑問や質問などはある？まあ世界の主人公たる私のやることに文句なんかあるはずないけれど、脇役たちの意見を汲み取り生かしてあげるのも主役の務めよ。この私が考慮するに値すると思える話なら一応聞くだけ聞いてあげるわ。何この人、急に出てきて感じ悪い。いや、ビビアンも不機嫌な時とかあんな感じだよ。そうね、今まさにそんな感じ。え、嘘、なんかごめんね、不機嫌ハラスメントダメ、絶対。めったにないことだけどね。ビビアン、怒ると超怖いよね。はい、特鉄隊最強の女性ですよね。ちなみにこれは最強ではなく最強と書きます。それ口で言ってもわからなくない？あ、私別にイライラしてないわよ。黙らないと殺すわよ。私は疑問や質問を聞いてあげるとは言ったけれど、雑談を許可した覚えはないわよ。これは減点対象ね。自分たちは世界を救う英雄なのだと思い上がってるのかもしれないけれど、それならそれらしく誇り高く振る舞うことね。浮かれて騒ぐだけの子供は見苦しいわよ。何その目は、文句でもあるの？解雇するわよ。私にはその権限があるのよ。いやー、強烈ですね。でもこの言動がきつすぎて涙が出ちゃう感じ、ちょっと癖になりそうです。たまーにそういう刺激の強いものを食べたくなりますよね。つまりこの人はカレーの星からやってきたカレー星人？そんな惑星の存在は確認されていないわね。みんなちょっと冷静になりなさい。この手のタイプうちの国には結構いるのよ。フュッセンとかね。相手を煽って怒らせて冷静さを失わせて交渉を有利に運ぶっていう戦術よ。いえ、この方の場合はナチュラルに失礼なのだと思いますが。うちの国だと有名ですもんね、コロンビアさん。だから最初から私は親切にそう言ってあげてるでしょ。それなのに理解できないならあなたたちがバカで無能なのよ。影から失礼。もうちょい反感を買わないように喋れないんですかね、プレジデント。え、今声がしたわよね、幻聴？ヤクタン、後ろ後ろ。あ、なんかすみません、気配を消すの癖になっちゃってるんで。もう気抜きすぎだよヤクタン、うっかり屋さんだな。いやいや、私はしっかり気を張ってたつもりだけど。ウォーキング、なんでそんなところにいるのよ。あなたは私の護衛役でしょ、常に一番近くにはべっていなさい。そんな四六時中寄り添ってると仲良しだと思われちゃうじゃないですか。どなたです？私見覚えがないのですけど。パディントンさんが覚えてないなら誰も知りませんよ、多分。パディントンの知識量と記憶力は世界一。え、
私なんか日頃から己の不足を嘆くばかりでして。紹介するわね。この子はウォーキング、一応書類上は特鉄隊に所属してるわ。ただこの子の本来の役目は私の護衛ね。というかそういう名目で飼われてます。私なんぞが守らんでもプレジデントは何があっても大丈夫だろうと思いますけどね。でもまあ他に行き場もないもんで。救世主計画？外の舞台のようなものでしょうか。違うわね、もっと惨めったらしいものよ。まあいいわ、私たちは別に自己紹介をしに来たわけじゃないのよ。どうしても私たちのことが知りたいというならおいおい聞かせてあげてもいいけれど、今重要なのは私たちが監察官であるということよ。監察官？特鉄隊内部で不正や悪事が行われていないか監視し、場合によっては粛清するための役職よね。勉強になるな。いや、普通に入隊時に配られた手引きに書いてあったでしょ。フレイマリン人がそんなものに目を通してると思う？いや、あんたはフレイマリンの中では割と真面目な方だし、意外としっかりしてるからそういうのにはちゃんと目を通してると思ってたわ。ボケたらすれ褒められて照れてしまうプドラさんでした。かわいい。だからそういう浮かれたノリをやめなさいと言っているのよ。私たち監察官が出張ってくるというのは結構な非常事態なのよ。もっと緊張感を持ちなさい。私たち監察官には特鉄隊を終わらせる権限すらあるということを忘れないで。隊の解散や隊員の解雇など私の一存でいくらでもできるのよ。つまりこの人は私たちの敵？いや、一応立場としては味方なんで、そこは誤解しないでくださいね。なんかすみません、うちのクソ上司は口と態度が悪くて。あなたも大概だと思うけれど。まあいいわ、今回私たちが出張ってきた理由を話すべきよね。どうもそのあたりを説明してあげないと危機感を持ってもらえないようだし。今この地下世界イリスメトロにおいて特鉄隊の評判がどんどん暴落してるわ。え、嘘でしょ。私たち地下に降りてきて早々に何事件とか解決しちゃったし、むしろ評判はうなぎ登りになっているはずじゃない？プトラのあの無意味な動きがうなぎの真似だってわかる自分がなんだか嫌だわ。ええ、その件については聞いてるし、よくやったものだと称賛してあげましょう。けれどあなたたちが事件を解決するため奔走している間に、地下世界イリスメトロでは厄介な事態が発生していたのよ。厄介な事態？ええ、この地下世界イリスメトロにおいて車掌くんが動かしているのとは別の、いわば偽物のミストトレインが目撃されているわ。そんな偽ミストトレインと呼ぶべきものが各地で暴れ回って被害をもたらしているの。どう？なかなかの非常事態でしょ。偽ミストトレインって、それはもしかして。地下世界イリスメトロが発見されて以来、代表の皆さんは戦い同士でしたからね。たまにはこうして休息してもらうのもいいと思います。ベルサイユさんやミヤコさんたち、地下世界の人たちも協力してくれてますしね。今後は豊富な人材をいかに有効活用できるか
か寛容だと思います。なんて偉そうですけど。いやいや、車掌殿こそ決して欠けてはならない重要な存在ですからね。私の場合はご存知の通り、優秀な姉たちもいますので。じー、別に。あなたたちってそんなに仲良しだった？そういうもの？かわいそうにね。どれだけ仲良くなっても後で泣きを見るだけなのに。なぜなら最終的に車掌くんは私のものになるのだから。だからその自信が出てくんですかね、プレジデント。旦那様、車掌様争奪レースみたいなものがあったとしたら、プレジデントは割と取り返しがつかないほど出遅れてると思いますけど。あら、いいのよ。どれだけ出遅れていたとしても、最終的に勝つのは私だから。むしろ、こうして滅多に車掌くんと会えないという今の状況は、ちょうどいいハンデだわ。あんまり大差がつきすぎると、レースも面白くないものね。そうでしょ？もっと惚れてもいいのよ。それはさておき、今から車掌くんには今回の事件における容疑者を尋問してもらうわ。にわかには信じがたいですよね。列車は世界で唯一ミストトレインのみのはずです。量産ができないからこそ価値があるとも言えるわね。そこは私たち救世主計画の産物たる人工の英雄も同じよ。重要で特別な存在だからこそ希少価値が高いの。ウォーキングに出会う前は私が救世主計画における唯一無二の成功例なんだと思ってたぐらいだし。はあ、それはなんか自分は特別な存在だみたいなプライドを傷つけてすいませんね。いいのよ、今はそういう屈託より喜びの方が勝ってるし。ああ、孤独じゃないって嬉しいことね。たまに可愛いんだよな、この人。いいわ、その調子でもっと私を賛美しなさい。そういうところはうざいです。はい、ハリボテみたいに見た目だけそっくり同じ列車を作るのは技術的には可能だと思いますけど、動かせるのは車掌殿だけのはずです。ええ、なのにそんな偽ミストトレインが地下世界のあちこちを走り回っている。目撃者の幻覚か見間違いを疑いたいところだけれど、そんな目撃者情報が山ほど届いているのよ。地下世界のあちこちから地上の特鉄隊本部に対する抗議も添えてね。それでまあさすがに感化できなくなったわけよ。もしその列車が偽物ではなく本物なら、これは重大な不祥事よ。世界を救うための列車がむしろ世界の脅威になってるってことだもの。その場合、私が監察官の権限により特鉄隊に懲罰を与える。最悪の場合はここで特鉄隊はおしまいよ。でもまあ車掌くんたちには身に覚えがなさそうだものね。やはり地下世界を騒がせているのは本物ではなく偽物のミストトレイン。そしてそんな偽物のミストトレインという珍妙な存在については過去に目撃例があるわ。はい、そうですね。やっぱり容疑者っていうのはあの子のことなのですか。だからドクターじゃありませんの。誰か信じてほしいですの。ドクターたちドッカン団は改心したんですのよ。
さいわね。尋問のたびに泣きわめくから話にならなくて、監獄の刑務官が手を焼いてるって話は本当みたいだわ。誰ですの？私はあなたのお姉ちゃんよ。あなたみたいな人は知りませんの。お兄ちゃま、お兄ちゃま助けて。何か知らない性格の悪そうな女の人が。ああもうやかましいったらないわ。あなたも私の妹なら、いかなる時も誇り高くありなさい。だからあなたみたいなお姉ちゃまは知りませんの。お姉ちゃまなんかいらない。お兄ちゃまだけでいい。そういうことを言うといつか後悔しちゃいますよ。まあドクターさんとコロンビアさんは普通に赤の他人なので大丈夫でしょうけど。あ、特別隊の人、パディントンさんでしたっけ。はい、なんだかお久しぶりですね。いつもお世話になってますドクターさん。毎回グダグダのままお別れしちゃって、きちんと挨拶もできていないですけど。そういえば預かったもののルーシーガンを返したかったのですよ。あれめちゃくちゃ威力が高くて怖いですし。あら、いいんですの。あれはあなたにプレゼントしたんですから。パディントンには随分懐いてるのね、あなた。というか普通にこの子は誰に対しても屈託がないですよ。むしろ出会って数秒でそこまで嫌われてるコロンビアさんが変だと思います。これもある種の才能でしょうかね。ふん、いいわ。いずれ私と車掌くんが結婚した後、家族になってからたっぷり調教してあげるから。え、お兄ちゃま、このおっかない女の人と結婚するんですか。やだ、それならしてたのですか。なんだか今となっては恥ずかしいので言いづらいんですけど、大好きなお母ちゃまがお兄ちゃまだけに与えたものをドクターも手に入れたかったんですわ。お兄ちゃまだけずるいって思って、最初はそれだけだったんですけど、初めて出会った後はお兄ちゃまに追いつきたいって思ったんです。追いつきたい？ええ、バカな話ですけど、お母ちゃまとは会えなくなりましたし、お兄ちゃまだけがドクターにとって唯一の家族だから、遠ざかるのは寂しいって思ったんです。でもお兄ちゃまはミストトレインで世界中を巡ってるから、近づくためには同じ速度で走れる乗り物が必要で、そう思って頑張って
同じものを作ろうとしてたんですの。無理でしたけどね。一時的には列車として走らせられても、最終的になぜかどれも爆発しましたし家族に追いつきたいっていう気持ちはわかりますよ。私もずっと実家では同じような焦りや寂しさを抱えていたかも。あら、そうなんですか。じゃあドクターたち、同じ気持ちを抱いた同志としてお友達になれるかもしれませんね。ねえ、あなたのことパディって呼んでいいですか。あ、それって親しい人からの私への愛想です。もちろんいいですよ。私はあなたをエディって呼びますね。確かあなたの本名はエディンバラですもんね。はい、だからウィスパーとかの親しい相手はドクターをたまにそう呼びますの。そういうところも似てますわね。本当に仲良しのお友達になれるかも。じゃあ私のことはコリーって呼んでいいわよ。空気読みましょう、プレジデント。むしろびっくりしましたよ。ああ、この人こんな最悪なタイミングで話に横入りできるのかって。ふん、私たちは仲良しごっこをしに来たんじゃないのよ。事件の捜査をするために来たの。しかしまあ、早くも暗礁に乗り上げた感じね。ドクターグローリアが犯人じゃないとしたら、一体誰が偽物のミストトレインを走らせてるの？困ったわね。この子が犯人だったら車掌くんに説得させて自首を促すつもりだったのに、当てが外れちゃったわ。さーて、どうしたものかな。